出してあげる、はい、と落ちるんで、そしたらまたこれをここの足ぐらいまで、この左ぐらいまで落としてあげて、はい、またバッテンにして、で落とす、はい、でまた落としてあげて、たらまたバッテンにして、はい、また足まで持ってバッテンして戻す。でこれをやってると、はい、だんだんこうやってこっち気にしないと、だんだんこうやって巻いてるとちっちゃくなってくるんですよ。はい、もうすぐ左に行く前にこれを巻き始めちゃうと、はい、もうどんどんこうやってちっちゃくなって、この辺とかからまたこうやって巻こうとすると、はい、どんどんサイズがどんどんちっちゃくなっちゃうんで、必ずもう左にこう落として上げてから次、はい、で落ちてからまた次ってやると、サイズがだいたい均等にできるようになる。はい、これ知っとくと便利なホースの巻き方編ですよね。じゃあ一緒にやりましょう。はい、それのこと、ホースを一緒に、一緒がいいですね。なるほど。これ大事なんですか、これ。ここ大事です。だって一緒にやるから。なるほど。ボーイスカウトと一緒ですか。はい。備えを常にですか。そうそうです。うん、ホースの巻き方。いつでも一緒です。はい。まあこの、はい、こうやって、はい、まあ、こう最初になる方こう。こう。逆ですね。あ、逆。顔を打つのが NG で。こう。こう。ここからスタートで。はい、でそれをこれが難しいな。ここで丸ができたら、これができたら下に、はい、落とす、落としてもらうと、あ、この時点で逆になっちゃってる。 逆よね、はい、これが、はい、このちょっとなんていうんですか、この向き、はい、これが、そうそう、あ、そうじゃなくて、輪っかを外、輪っかを外、なんていうんですか、出っ張りが向こうに行くように最初やって、はいはい、で落としたところからスタートです。はい、はい、向こうが輪っかになるようにして、はい、で落とす、でこのまま落とす、はい、そこからスタートで、はい、ただとりあえずここにこのカップランに行くまでこのホースを下ろしてもらって、はい、こうなったじゃないですか、はい、さあ悩んでおります。こうなるじゃないですか、はい、最初こうなったら、はい、からまたすぐやっちゃうと、あの輪っかがどんどんちっちゃくなっちゃうんで、はい、ここにもうちょい、でここ、この辺から始めちゃうと、はい、あの輪っかちっちゃくなっちゃうんで、とりあえずここまでは絶対落としてあげて、はい、この辺まで来たら、またもう、はい、また、こう、たら今度、ここまで来たら、はい、肩幅ぐらいまで広げて、バッテン作って、はい、クロスさせてね、はい、右を押し込んであげる感じ。右を押し込んだ、もう左手は基本あんまり動かさないです。あ、うん、はい、でこのまま、あ、そうそうそう、あ、はい、で、落として、で、これを今すぐやっちゃうとあれなんで、ちっちゃくなっちゃうんで、この辺まで、まあ、そうそうそう、長さ調整して、で、また肩幅で広げて、ま、うそうそう、で、もう右手だけでシュッと、シュッと送って落とすと、あ、そうそうそう、そうそうそう、で、もうちょい落としてあげて、落として、ここまで来たらまた広げて、はい、バッテンにして、こっちで送りつつ落として、はい、ここまで来たらまた広げて、バッテン作って落とすと、落とす、そしてここまで来たらまた、そうそう、バッテン、はい、そうです、その通りです。で、あ、はい、あー、なるほど。でこれコツを掴んでいくと、あなたは間違いなくできました。間違いなくあなたはできました。なるとこれ早くできるんですよ。これぐらいになるんで、そう、はいはい、すごいすごい、はい、至急至急、はい、早く巻いたい、はい、最後できた、はいはいはい、放送、はい、回収、これはもう回数やるしかないですね、本当に、うん、はい、やっぱりこう練習ですよ、練習。ただ逆向けて、こうなって、あれ最後こうなって、うん、やっぱりちょっとちっちゃくなってますね。そう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 、やっぱなってますね、はい、はい、これ同じ幅でできるようにならない、まあそうそうそう、大体勘でもうやってれば分かるんですよ、はい、で落とした、落とした、はい、はい、まあ、最後はあの、はい、ちょっとバタバタって調整できるね。で最後束にして紐を巻くんですけど、はい、その時はまあ
これをこうして端と端を持って、はい、まあ、これちょっとあれなんで角度合わせてみて、はい、大体一緒じゃないですか、はい、こうやって、はい、やって大体均等に合ってくるんで、あ、はい、そしたらもうここで、でカプラつけて、はい、最後オスとメスをね、はい、接続する、合体してあげて、はい、遅いよ、でここでも紐立ってって、ちょっと一回じゃあ見ててくださいね、はい、ここからまあ大体こういう感じでいくんで、はい、でこれで OK、はい、はい、やります、はい、外します、はい、ただまあメスを上にして、はい、オス下にしてあげて、はい、でもう本当に出っ張りがこういくようにして、はい、落とす、これ別にどこの向きでもいいんで、はい、大体ここはメスの向きを超えたぐらいで、まあ、落としてあげるのを確認してからもう次を、はい、はい、はい、でこれはもうこっちでぐるぐる回ってれば、はい、回してあげればねじれが取れるんで、あ、はい、逆に左の方が使ってかもしれないですね、こうやって、うんうん、まあまあこれはまあその多少その人の個性が、まあ、理屈はほら、はい、同じことなんで、まあ、あの交互に巻かれてるんですよね、はい、順にこう同じ向きに順に、まま、巻かれるんじゃなくて、はい、そうするとほら螺旋状になるじゃないですか、はい、これは引っ張るとそのままもうあの引っ張った時にそうそう輪っかがこうなんかこうちゃんと全部一本ずつ一本ずつこうちゃんと、はい、こうやって順番にほらこういくんですよ、はい、だからもうあの螺旋がずっとできないでできる、ね、知っとくと便利な巻き方、はい、うん、まあロープでも何でもそうですけどね、はい、ホースもロープもこういろんな巻き方があるんですけど、で、はい、輪っか作って、はい、で次またで、その場合は手前に回してあげると手前にそうそうそうこうやってぐるぐるもう癖をうまくそうそうそう、まあ大丈夫、そのまま大丈夫、そのまま下、あ、いや、落とす落とす、で、落とす、はい、伸ばして、はい、大体この下に落ちた時のこの輪の直径っていうかさ、はい、あの大きさが大体、これでうん、大体こう来て落として、うん、来たら、ここからまた作って、落とす、はい、そう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 、で、輪っかを作っての、これで、おと、はい、落とす、はい、そうですね、この中ずれても後で足でピッてやればはい、うん、全然全然こう、こうやってもさ、はい、たらもうすぐ大体同じ形になるんだと、うんうん、はい、あ、違う、はい、今日は何ですか、これホースの巻き方やってるんですね、ホースの巻き方講座です、あ、なんかあった時役に立つよね、役に立ちますよ、これ役に立ちますんで、皆さんボーリングとホースは別物ですけど、たまにはホースもよろしくです。ホースの覚醒。